コパ決勝のメッシ、無念の負傷交代で大号泣。メッシ、コパ決勝にて負傷で交代、ベンチで涙を流す。全然別の涙だけど、各々の大会でメッシとロナウドの涙を見るとは、こんなメッシ見たくなかった。でもこの涙がこの試合のアルゼンチンをより強くするんじゃないかと思う。PL に流れてくるメッシの涙といい、ロナウドの涙といい、来るものがあるな。メッシの涙にもらい泣き。メッシ、ユース時代から一緒に代表を引っ張ってきたディマリアと最後まで戦えないのがきついんやろな。メッシ、ディマリアの代表ラストを最後までプレイしたかっただろうな。足の怪我が軽傷でありますように。メッシでも体が故障しやすくなってること考えると、ディマリアの異常さがやべえ。引退試合なのに左サイドをゴリゴリ仕掛けてる。メッシ、バランス崩して転んだ時にもも裏の筋肉を痛めたみたい交代だ。前半に右足首やったから、おそらく右足の重心をかかと側にしてて、その反動でハムやったのかと、いずれにせよあんな怪我の仕方をするメッシを見たのは初めてだし、さすがのメッシも人間なんだなと感じた。ボディバランスのいいメッシが筋肉系の怪我をするのはやっぱ年齢もあるよな。もらい泣きするよ。